あ、オッケー、二段ジャンプだ。というわけで、前のエリアに戻って行ける場所も増えたよっていうこと。はい、どうも皆さん、こんにちは。シャオリンゴと言います。トランシルビー行きましょうか。マップ雰囲気違うところ出てきましたが、水中はまだ奥に進めないんで、あ、でもこれは取っておこうか。上の取りたいけど、今は無理です。実は意外と酸素がまだまだね、持たないので、水中は危険なんですけど、ちなみに、迷宮遺跡。まあ、今ここしか行く場所ないと思うんで、このまま行きましょうか。ちなみにエレメントガンで固定した場合ですが、半永久的かな。ちなみになんかめっちゃコントローラー振動してる。これ何の振動だろう。あ、これ、このまんまなんだね。ほぼね。へぇー。足場にしたときかなりでかいというか長いなぁとは思ってたんですけど、実はもう半永久的なんだなというのが今わかりました。すごいです。マップはここでいいんだね。ボスは倒した覚えないけど、まあ、こう出てくるならこうだなって。ちょっとエネルギーをもらっておきます。下。これギリいける?いけないこともないな。ただ、上はさすがにちょっとね、入れないな。何かあるでしょう。足りんか。なんだこいつ。ちょい硬いのか。危ないですね。あ、ちょっとまずい。まだ水中はきつい。落ちるべきではなかったか。となれば。これを忘れずに回っときましょうか。一気に駆け抜ける勇気はちょっと出ないなぁとか思いながら。はい。よいしょ。これどうなってんだ?おぉ、びっくりした。マジか。ここはいけるね。これは?パズルか。更新された。まあ、言わんとすることは分かった。順番としては、こうじゃない?よし。上が開いた。よし。セーブして。これ足場にしてくれという、そんな場所ですよね。ちょっともらって、ここ開けよう。すぐ行っていいべきか迷いますね。こっちはさすがに乗れんかまだ。
気合で乗れない？乗れないわ。こんなもんか。これはどこだ？あ、しまった。エネルギーがない。そっかな、解かないよね。エネルギーないんだよな、あんまり。ちょっと待って、ね、コンボ中に倒せない。コンボ痛い。よし、エネルギーもいっぱいになったところで、ちょっと気をつけながら。このもん OK。 あ、 OK、 二段ジャンプだ。というわけで、前のエリアに戻って行ける場所も増えたよっていうことですね。結構探索も、よいしょ、楽しくなってくるアイテムではありますが、ちょっとエネルギーをいただいておくわ。とはいえね、浮いてるやつ今は倒さないで、こうやってのこうだな。 OK、 ライフが出ないんだよね。これこっち来てもらうしかないやん。来てくれるんかこいつ。そんなこともないか。てか、なくてもいける？あ、いけたわ。強い子だな。関係ねえわ。ちょっと真面目にライフ回復したい。オッケー。もどかしいな。めんどくさくねえとか思っちゃって。ちょっと横着してますが、あ、足りない。足りない、足りない。エネルギーがないな、やっぱり。よし、まあ、一回どっかで満杯にした方がいいとは思うんだけどね。まずいな。あ、ここに来れるわけか。てかこれ順番でしょこれ。ここが消えてんのがちょっと気になるが。あー、ちょっと間違ったし。素で間違ってしまった。だからランプ点灯してないのが若干気になる。なんか意味あるのかな。まあ行きましたね。よいしょ。エネルギーのライフも欲しい。あ、倒せてなかった。マジか。降ります。流れるっぽいんで、下探索しましょうか。強くなれるか。おお、自動回収か。いいね。EL マグネット。
あとは、お、めっちゃ攻撃してる。たまにマップ見るか。とは言っても。まあ、大丈夫か。ここは探索したよね、きっと横も。戻りましょう。ちょっと戻ってここですね。入って探索していきます。ん？ここは、ただヒントがあるから。まあ、もしくは帰り道かな。うわ、ちょっと。乗れるか？乗ったわ。ちょっとひたすらこれは避けた方がいい。あーぶ。危険も危険なんですが。あーっと。これ、帰ってこれる。おー、ナイス。下は？なんかある。ないよね。大丈夫かな。帰ろう。さあ、ちょっと奥まった場所来ましたが、上に、あ、降りた場所にあるのか。となると、ちょっとヒントだよな、あれ。まず水中きついんでめっちゃ注意なんですが、待てよ。じゃあ、二段ジャンプして、オッケーオッケー、ここだな。ここ、こうやってのこうだな。よし、いよいよ増えた。お、いいね。回復がありがたい。おっと、ごめんなさい。いろいろ回収はしたかな。まあ、二段ジャンプのおかげでいろんな場所行けるんで、この芝居じゃない。よし。かなり戻ってもいいんですけど、どうしましょうか。先ここ上がれんの。こっちもじゃあ行けるんじゃないかということで。いや、二段ジャンプいいか。回収しただけだな。3個足りないわけじゃない。多分戻っていけってことだな。わかりました。戻ってまた来ましょう。ん？さあ、じゃあ、早速ってわけですが。こっち行きますか。あ、3つあった。これもうぴったりでしょ、これ。じゃあ帰るか。おい。消えましたね。さあ、ちょっと敵になりそうな雰囲気もありますが。じゃあやることは分かったので行きます。はい、じゃあ行きましょう。ちょうど50個。そろそろボスの気配もするような気がしますが。アップデート更新。うわー、めっちゃ増えたね。よいしょ。おーっと。ボスですね。ん？ボスじゃないわ。はい、天空の古城です。ランジャンプができるようになってから、やっぱり移動範囲がすげー増えたなと思いますが。漏れなく回収。水中行けないからこっちは怖い。ん？あ、上がれるんだ。なんとなくやることはわかるが、セーブはしておいて。アイテムが必要ですね。これは何？よし。とりあえずですが、新エリア入ったんで今日ここでおしまいにしときますね。ボスはエリアごとにいるってわけじゃなくて、もうちょい要所要所で出てくるのかなと思います。まあ、またちょっとね、期待していきましょう。じゃあまた冒険頑張ります。よろしくお願いします。